はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ビールっ腹やあとは女性のね、下半身のむくみを簡単に改善できる方法をお話ししようと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ではですね、まずこのお腹の張り、よくお酒をいっぱい飲むとですね、お腹がどんどん張ってしまって、よくビールっ腹って言われたりですね、あとは女性なんかは上半身細いのに下半身が太い、むくんでいるのか脂肪なのかわからない、足首がないとかね、ああいった場合でですね、どうやって例えばこれが脂肪なのかむくみなのか、まあお腹に関してもそうなんですけども、胃が膨張しているのかお腹に脂肪がついているのかわからない場合がね、結構あります。でそういった場合に塩分をですね、適正量に調整するとですね、むくんでいるのか、もしくはお腹が張っているのか、あとは水太りなのか、胃が膨張しているのかなどですね、分かってきます。でこれをですね、まあ、実践してもらうと、むくみは速やかに楽になり、お腹もですね、ビールっ腹な感じが意外としぼんでですね、まあ、実はあんまりお腹に肉ついてなくて、実は胃が膨張しているだけでそんなにお腹が出てなかったっていう場合もね、実はあります。まあ、大体毎日飲む方が数日お酒をやめるとですね、やはりお腹がペコンと引っ込んでしまって、あ、意外とねウエスト細かったんだなって気づく場合が結構あります。で今回その塩分の話なんですけども、体重かけるの 0.08、 いわゆるですね、物体に対して 8% の塩分量というのがですね、まあ、人間の体でいわゆる正常な状態、それよりも多くてもダメですし少なくても良くないと言われております。で実際ですね、まあ、よく8って言うんですけども、まあ、世の中もですね、78対22という言葉がよくねありまして、例えば地球上の窒素は 78%、 その他の、まあ、気体っていうのが、まあ、22% って言われております。あとはですね、地球上の海が 78% あって、陸が 22% でできているとか、あとはですね、まあ、マクドナルドのね、昔あったんですけども、サンキューセットって言ってね、まあ390円のセットがあったんですけども、それなんかでもやっぱりお客さんが500円支払って、お釣りが110円、支払うお金が390円、この割合もね、78対22というのでできておりました。で実際まあ体もそういうふうに、まあ、78なんですけども、まあ略して8ってことで、このね 0.08% というのがとても重要です。なのでよく例えばラーメン1杯食べてしまうと、大体もう 6g ぐらい塩分取ってしまってですね、もう実際1日分の塩分量もしくは超えちゃってしまってですね、もう水飲んだり例えば他のもの飲んじゃうと、もうどんどんね体が水太りになってしまって、お腹はチャポチャポで、例えばビール飲んだらガスで張ってしまうんで、お腹がバーンと張って大きくなってしまって、お腹が大きいと。で女性なんかは菓子パンとかね、あんなパン食べる人多いと思うんですけども、菓子パンとか食べちゃうと結構塩分多いですし、あとはやっぱ間食してしまう人とかはね、もうお菓子とかにもちょこちょこ塩分入ってるんで、ポテチとかね、ああいうもの食べてしまった場合、プラス3食食べていたら大体塩分量オーバーしてますんで、そしたらまあ例えばそれがもうむくみに行ってしまうとか、水分の排出がやっぱりね、塩分どんどん下げなきゃいけないんで、水分の排出が悪くなって下半身がむくむという場合になります。なのでこれを改善する方法として、自分の体重を 0.08 でかけてもらってですね、その塩分量っていうのをやっぱり頭に置いておいてもらって、それで1日の食事、例えば買ったものの成分表を見れば食塩量とかナトリウムで書いてあるんで、それをまあ今日どれぐらい取ってるなと、まあ大まかにですね把握してもらって、一日を過ごしてもらうとですね、まあ大体むくんでるのか脂肪なのか、あとはお腹が張ってるのか脂肪なのかっていうのは大体ねおおよそ把握できてくると思います。でその場合でもしかすると下半身はむくんでるだけで意外と細いかもしれません。そういったことに気づいたらね、やっぱり塩分気をつけようかなってなってくると思うんで、まあ、まずはね、もちろん運動して食事制限してダイエットも大事だと思うんですけども、まずは健康のためにですね、塩分量というのを把握してもらって、
一日を健康に過ごしてもらえたらと思います。今日はね、長々とお話でしたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらコメントとかグッドボタン、 SNS でシェアもしてもらえるととてもタートル喜びます。動画を作る励みになりますんで、今後もよろしくお願いします。タートルでした。